しい。それは実りの季節。またか。やめて、毎年やってる導入の途中なんだから、それにこっちだって別にやりたくはないんですよ。でも最近ほんとコメントキモくて。そういうこと言うんじゃねえよ。さあ春に続き秋のフック収穫となりました。うちのフックは二期作だからな。またコメントでは二期作二毛作論争が始まることでしょう。今回やけにコメントに噛みつくじゃん。いやほんとこの時期になるとキモいコメント増えて、何がキモいかってリクエストするとうちのチャンネルやらないから、秋になりましたね、とか、そろそろ収穫ですね、みたいな遠回しなコメントしてくんですよ。日頃の行いがたたってんじゃねえか。そんな奴らを黙らせるべくさっさとフック収穫していきますよ。霊夢ちゃんは知っている。ここが悶絶のフックだということ。生成どうなっとんねん。本来はキラーも嫌がる生成だけど、今回に限り霊夢ちゃんのドカウンターなんだよね。だがこのダウンは狙えるぞ。さあキラーが担いだことにより影の実力者が発動。これのおかげで多少離れてるフックも狙えるんですよ。そんで狙いを定めたのはこのフックか。あの位置から釣れる悶絶のフックここしかないですからね。相変わらずフックの判断だけはいいな。キラーへの嫌がらせのためなら努力を惜しむ気はないよ。必要な移動力って存在するんだ。あ、こっから別のフック狙う気か。無理よー。必勝。あと特に意味はないけど板当てておきますね。その心ないんか。まあここで板を割らせることでもがき抜けた人距離取れますから。というわけで霊夢ちゃんはここでケースは変わってあげないんだ。いや霊夢ちゃんが釣られなければ無限に釣り妨害のチャンスがある。でも今近くにいるのバレたな。味方にこれだとなんで発電機も触らないくせに水壁にも来ないんだよと。リザルトで切れ散らかされるかもしれないので、ここいらでちょっと助けてやるか。あらよっと。よっしゃ、釣れた。すげえな。お前やることなすことすべてうざいじゃん。ありがとう。皮肉ですよ。そんで突進使ったんで満を持してロッカーイン。突進使うとロッカー当てれないよね。あの追随を許さなさすぎだろ。チェイスの、うざさの。まあそこで霊夢ちゃんがダウンしてもね、最後の発電機かなり進んでるからどの道通電するんですよ。さてはそれでチェイス変わる気になったな。そうだよ。クズか。そんなわけで治療してる間に通電しました。そしてこのタイミングで味方がダウン。あそこなら絶対目の前のフックでしょ。なんか見える前から走ってなかった。もうこのマップのフックの生成覚えましたからね。本当にキモい努力してんな。ははははは。これでもう近くにフックないぞ。でももう一個奥のフック目指すつもりだ。あ、突破ってご存知ですか。この世に慈悲ってないんだ。正直この距離の突破でもがかれたら絶対釣れない。ハイオフなんて残酷なゲームなんだ。一応 Z 指定のゲームですからね。そういうことじゃねえのよ。そんであとはみんな交代で水壁して脱出。こんな悲劇がこれから繰り返されるのか。それじゃあじゃんじゃんフック収穫していきましょうかね。お、早速味方がダウン。まだファーストチェイスでフックの位置覚えれてないんですけど、オッケー、あそこだな。もはや特技だろそれ。履歴書に書こうかな。就職に有利にはならねえよ。いやカニバルは救助で事故りやすいんで、釣らせないことで未然に事故を防ぐ。すると下ろして追ってくる。そうだったー。このフック収穫会いつもこれやってるよな。まあ半年に一回ですからね。毎回フック追って満足してたら追われてびっくりするんですよ。著しい学習能力の欠如。おいそれ小学校低学年の特通帳に書かれたやつ。お前何やらかしたんだよ。そんでこのカニちゃんはまやかしはなしと。まあた悪いこと考えてるだろ。いや窓枠こすりまくればやれるなって。およそサバイバーが抱く感情ではない。もちろん心をですよ。なぜ心なら良いと思ったのか。ただこの試合はまだ序盤も序盤だからチェイスポジを十分覚えられてない。どれくらい把握してないんだ。ほぼ9割やね。しゃぼ入したら無知じゃねえか。いや人間知ってることの方が少ないですから。急に動画に深みを出すな。ママのカレーを思い出しますね。お前ママ呼びなんだ。そんでそろそろ限界なんで板たりって。あいうち覚悟で突っ込んできやがった。いい根性だ。根性で評価上がるのうちか昭和ぐらいだよ。さて次の板はちょっと遠いけど間に合うか。だあはっはっはっは。後ろにいる余裕ないぐらいには説得してるよ。余裕を演出してる場合か。危ねえ。まあ余裕無理があるだろ。でも霊夢ちゃんは勝負に勝った。どういうことだよ。この辺りはさっき味方がダウンを取られたところ。つまり霊夢ちゃんの知ってる1割の部分ってことはどこに何があるかわかるってことか。神羅万象すべてわかりますよ。1割で抱く自信ではない。はい、まずここダウンと同時に倒された板が残ってる。ほうほう、これで終わりやね。ちゃんと1割じゃねえか。だからここからはさっきと同様行き当たりばったりチェイス。大丈夫かよ。お前もうっちょうしてるから普通に殴られるだけでダウンだぞ。まあなんとかなるでしょ。板があれば。それがなくて困ってんだよ。お、そこに見えるは助けたおじいちゃん。もう起きた上にっちょうまで治って。ちなみにワンパン持ちに治療必要だった。修理圧をかけるのはよせ。そんなおじいちゃんを生贄に霊夢ちゃんの生存をアドバンス召喚。無理みたい。ジジー。いやジジーに罪はないだろ。しかも急に板割らなくなったし。渇望で仕留めるという強い意志をひしひしと感じる。ひしひし。そんな油切った意志は存在しねえ。まあここの板強いしそう簡単に追いつかれないでしょ。まあ釣り妨害してあれだけチェイスしたら十分でしょ。初釣りで発電機もう残り3台か。あとは普通に釣り交換しながら修理進めたら通電する。は？なんかめっちゃキャンプされてるんですけど。まあされても不思議ではないかなと。いやフックよりと思わされるのはよくあるけど、ここまでキャンプトンネル設定されるのは久しぶりだぞ。すごい撮影だ。アップめギリー様にあった。さすがにこれ以上は追ってこないでしょ。そんなわけもなく。なんでだー。結局この試合霊夢さんだけ死んだ。ご丁寧にケバブまで。まあフックよりなんて普通こうなるよな。そんな怒らんでも。
まあフック折ってたらこういうこともありますよ。こんなケバブに慣れてるのうちだけだろ。そんで地下フックは天然記念物なんで収穫不可だからあの人はしょうがない。あれって奈良の鹿みたいなもんなんだ。あれなんかあのキラーとキャンプスタイル見たことあるんですけど。いやいやそんなまさか。確かにあのシルエットはカニバルだけど、今はフェイスキャンプ対策のシステムあるからキャンプはみんなあのスタイルになるし、同じキラーだからといって同じプレイヤーと決めつけるのは早いだろ。それに今回は血族持ってる人がキャンプされてたから発電機めっちゃ進んでるし、残り1台分チェイスするなんて鹿の子タンタンよ。お茶の子さいさいね。雑に流行りに乗ろうとしないで。とは言ったものの同チェイスすごい殺意だ。お前何やったんだよ。まだ何もやってねえよ。まあいつでもやってやるマインドではあるけど。さっきから心持ちがサバイバーじゃないんだけど。は？こいつ板に突っ込んできやがった。なんかすごい既視感。いや一回板スルーしてるからね。こういうのって一旦疑い出すと止まらないんですよね。人間って汚いよな。今日は神路線動画か。一番遠いジャンルだよ。さてそろそろ渇望やばいからいたわってもらいたいところなんだけど。おじいちゃんお昼はさっき食べたでしょ。いたわりは年中ウェルカムよ。せめて性別は突っ込もうや。でもやっぱり割ってこないな。倒したい大気でしのげるか。綾部麦ロールに突っかかった。バカだ。でも安心してください。釣られるまでにちゃんと空前。あ、これさっきの人だわ。ケバブで確信すんのかよ。この叩き加減は間違いない。ケバブソムリエ？じゃあそういうことで。あ、違いするんだ。さっきと同じならもうワンとちの番になるからね。絶対に全滅を取らせないという固い意志を感じる。まあ撮影当初も2試合連続カニバルで怪しいとは思ってましたけどね。試合またいでケバブされたのは初めてかもしれん。ギネス狙えるかな。そんなポジティブなことじゃないよ。そんな今回のキラーはアイテムからわかる通りシングラリティ。さすがに3連続はないか。ちょっと期待してた自分がいる。ということでフック取っておきますね。どういうことだよ。ただ室内マップはフック間の距離が短い。だからちゃんと肉壁と突破を入れてあげて、そんで下ろして追われると。やっぱこうなるんですか。まあ1試合目のブライトみたいに、無理やり釣ろうとする方が今じゃ珍しいな。だが室内マップは非常に見通しが悪い。だからシングラリティの能力がかなり使いづらいはず。確か監視カメラみたいなのつけてそっから弾飛ばしてくるんだっけ。あいつが直接発射する弾か監視カメラの弾に2回当たるとワープしてくる。まあこの遮蔽の多いマップで当てるの大変だろうけどね。そんで1釣りでもう残り3台。ただ釣られてるのが地下なんだよね。お、珍しく地下救助に行ってる。地下釣りの連鎖だけはダメなんですよ。構成的に。どれだか気にしてるだけかよ。あ、なんか背中にニキビついてる。潰しておきますね。ニキビはなるべく触らずお近くの地区かえ。よしこれで地下の連鎖はしないでしょう。あとは自力で頑張れよ。なお割れてるのは霊夢さん。なんやって、いつものことながらチェイスパーク内から粘れる気がしないんですけど。自力で頑張れ。冷たいこと言うなよ。私はダメなのかよ。ニキビだー。これが霊のニキビか。このデカさ外科手術もんだろ。出しようとしないで。この状態で弾当てられると真後ろにワープしてくるんですよね。板を突き破って。いやいや、それ実装当初のリアクションだから。いやーか、大差ねえよ。ただこのニキビ状態でのチェイスは正直辛い。まあ板とか関係ないからな。お、ここで味方がニキビ取り機を使ってくれるみたい。世の中高生大歓喜だろ。しかもどうやらタゲも変わってくれるみたい。こうやって味方がニキビ取りながらタゲ変わっていけばこのまま通電するのでは？まあ味方のカバーまでチェイスが前提だけどな。万が一ダウンした場合はフックを収穫するまでよ。相変わらずスタンバイ早いな。ははははは、発電機残り1台でのドンピシャフック折り。これはキラーに効くぞ。こいつ精神に殴りかかりすぎだろ。はい、あとは勝手に通電するんで脱出よりと。それでは皆さんご一緒に。そんなのあったっけ？シューン。だから、流行らないよ。